後ろ姿。日下部さんは10年以上も前に亡くなったお母さんから形見として鏡台をもらった。以来ほとんど毎朝その鏡台を使って身支度をしているそうだが、ごく稀に鏡の中の自分が後ろを向いていることがあるという。当たり前だが、鏡に対して正面に座っていれば自分の顔が映るはずである。そんな時はさっと鏡に布をかぶせてしまい、洗面台で身支度をする。だって顔が見えないのにお化粧なんかできないじゃない。日下部さんは苦笑する。一度だけ鏡に映る後ろ姿をしばらく眺めていたことがあるという。その時いつもの癖で左肩にかかっている髪を払うようにふいっと顔を動かした。すると鏡の中の自分も同じような動きをした。少しだけ横を向いた顔は紫色に腫れ上がっているように見えた。それからその後ろ姿がひどく不吉なものに思えて仕方なくなったという。それでも母の遺品ということで彼女は未だにその鏡台を使っている。ミーナのお家。ミナコって名前なんだけど、自分のことをミーナって呼ぶんだよな。正幸の彼女はそういう女性だったらしい。20代半ばを過ぎていながらツインテールにミニスカート、ニーハイソックスでデートの待ち合わせ場所に現れる。世間一般には痛いと言われるような子だったが、正幸はその痛いところが面白いと思っていた。見た目もそこそこ可愛く、性格も優しくて家庭的だったので、そんなところも好みだった。ある日正幸は彼女を呼び出してドライブに出かけた。買い替えたばかりの車で空いている道路を走りたかったのだという。ついでに彼女を怖がらせて楽しもうと企んで、地元でちょっと有名な廃墟の場所を調べておいた。某市の山際の地区にあるその一軒家は、少し山の中に入ったあたりにポツンと立っていた。そこでは昔、一家心中が起こったという噂があったが、真偽のほどはわからなかった。ただ、ボロボロの廃墟には違いないので、夜に行ったら気味が悪いだろうということは十分予想できた。ところが深夜、廃墟に着くなり、彼女は歓声を上げたという。すごーい！マー君、ここね、昔ミーナが住んでたお家なの。そう言って、ボロボロの平屋建てに突進していったので、正幸は慌てて後を追った。あのね、ここが玄関で、ここがリビングで、こっちがキッチンなの。でね、こっちがお風呂だよ。家の構造を紹介していく様子にあまりに迷いがないので、本当にここに住んでいたのかも、と正幸は思った。家には違いないのだから、全くありえない話ではない。とすると、一家心中なんて、やっぱり嘘だったんだな、と、ちょっとほっとしたような気持ちにもなった。でねえ、じゃーん！ここがミーナのお部屋。ボロボロの畳の上に、朽ち果てたタンスのようなものが倒れている部屋の前で、彼女が嬉しそうに笑っていた。幽霊の湯の字もないが、そのはしゃぎっぷりが
だんだん怖くなってきたという。なあ、寒いからもう帰ろうぜ。しょうがないな。でもマー君が風邪ひいたら困るもんね。帰ろう帰ろう。車が出発してからも、彼女は何度も廃墟の方を振り返っていた。ねえ、マー君、また一緒にミーナの前のお家行こうね。マジかよ、何もないじゃん。何もなくても行くの。町に向かって車を走らせながら、正幸は彼女を廃墟に連れて行ったことを後悔し始めていた。正幸が心配した通りになった。寄ると触ると彼女が、マー君、ミーナ、前のお家に行きたいとねだるようになったのだ。廃墟から帰って少しの間、あれは彼女なりの冗談だったのかもと思っていたが、どうやら違うようだった。あれこれ言い訳して廃墟に行くことを拒否していたら、ついには彼女と喧嘩になってしまった。電話をしても、メールをしても返事がない。その状態のまま二日ほどが過ぎ、このままフェードアウトしてしまうのかと思っていた頃、突然彼女からメールが届いた。今日からミーナ、前のお家に住むよ。遊びに来てね。絵文字まみれのメール本文には、読みにくい言葉遣いで、そう書いてあった。写真が添付されていた。自分で撮ったものらしく、ピンクの部屋着を着た彼女が、上目遣いで写っている。その後ろ、フラッシュの中に、朽ちて倒れたタンスらしきものが浮かび上がって見えた。正幸は家を飛び出すと、車に乗って例の廃墟に向かった。懐中電灯を持って、朽ちた家の中に入る。ところが、いくら探しても彼女がいない。彼女の自室だけでなく、家中を探し回ったが、人の気配すら感じられなかった。もしかすると、彼女のいたずらだったのかもしれない。ともかく彼女がいないなら、ここにいても仕方がない。そう思った正幸は、半ば腹を立て、半ば安心しながら、再び車に乗って、廃墟を立ち去った。家に帰って携帯を見ると、彼女からメールが届いていた。今までごめんね。ちゃんと仲直りしたいから、土曜日会えないかな。絵文字がない、シンプルな内容に違和感を覚えつつも、待ち合わせ場所と時間を打って送り返した。返事はなかった。ともかくも土曜日、正幸は待ち合わせ場所に向かうことにした。ところが、若干遅れてしまったにもかかわらず、彼女の姿がない。キョロキョロしていると、後ろから肩を叩かれた。もう、なんで気づかないの？ずっと待ってたんだよ。笑いながら、そう言われた。髪を下ろし、おしゃれなジャケットにワンピースを合わせた、大人っぽい女性がそこにいた。面食らったが、顔立ちや体型は彼女に間違いない。お前、どうしたの？その格好。怒ってんの？正幸がそう尋ねると、彼女は、なんで、私、どこか変と言って、
また笑った。釈然としなかった。あいつ、あの家で何かあったのかね。正幸はそうぼやく。その後、痛く亡くなった彼女とは、一月ほどで別れてしまった。なんとなく反りが合わなくなってしまったのだという。彼女との共通の友人によれば、その後彼女は勤めていた会社を辞めて、全く違う業種の会社に転職し、そこで別人のようにバリバリ働いているらしい。助手席に乗せる相手がいなくなった正幸は、時々例の廃墟にドライブに行く。そこに前のミーナが住んでるんじゃないかって気がして。でもさ、最近その家に行くと、人の気配とか視線を感じるんだよね。どう思う？気のせいだと思う。と言っておいた。内線電話。元木さんはある分野の専門誌の編集者である。ある時、原稿が遅れたために急ピッチで作業をしなければならなくなった。構成作業に没頭しているうち、いつの間にかフロアには元木さん一人になっていた。夜の十時を回った頃、内線の音が鳴り響いた。他のフロアからだろうか、と思いながら電話を取った。はい、〇〇編集部です。ところが、受話器の向こうからは返事がない。もしもし？聞こえます？やはり、返事がない。ただでさえ帰れずにイライラしているところに、変な電話を取ってしまったものだ。後日文句を言ってやろうと、元木さんは電話機のディスプレイを見た。彼の向かいの席の内線番号が表示されていた。向かいの社員は、とっくに帰宅したはずだった。立ち上がってパーテーション越しに覗き込んだが、やはり誰もいない。受話器も上がっていないようだ。その時、向かいの席を覗いている元木さんの頭の上に、天井の方から、という笑い声が降ってきた。少し遅れて、受話器の向こうから同じ笑い声が聞こえた。低い、男とも女ともつかない声だった。元木さんは下を向いたまま、机の上を片付け、パソコンの電源を切った。そして、デスクの方を見ないようにしながら、オフィスを出た。その後も何度か残業をする羽目になったが、最後の一人にならないようにしていたためか、妙な電話を取ることはなかった。半年ほどして、会社が急に別のビルに引っ越すことになった。古株の社員同士が、やっぱり、と小声で話し合っているのを聞いたという。九段のオフィスには現在、学習塾が入っている。誰か来る。美咲さんが小学校3年生の冬の日のことだったという。彼女の家は2階建ての一軒家で、2階にある子供部屋をお姉さんと共有していた。両親は共働きで、中学生のお姉さんは部活で帰りが遅い。友達と遊ぶ約束のない
平日の夕方は家で一人で過ごすことが多かった。その日も美咲さんが小学校から帰ると家には誰もいなかった。いつものことなので子供部屋で学校の図書室から借りてきた本を読んでいた。夕方4時を過ぎ、少し部屋が暗くなり始めた頃、寒さも手伝ってかトイレに行きたくなった。子供部屋を出てすぐのところにあるトイレに入ると、手早く用を済ませて本の続きを読もうとドアを開けかけた。その時、一階の玄関の方から、みーちゃん、お母さんですよ、という声が聞こえた。ギクッとして、トイレのドアを開けようとした手が止まった。知らない女の人の声だった。玄関のドアを開ける時のガラガラという音も聞いていない。急に誰かが玄関に降って湧いたようだ。もう一度声がした。みーちゃん、お母さんですよ。やはりかいかからだが、さっきよりも少し声が近いような気がする。怖くてトイレから出られない。美咲さんは内側から鍵をかけると、トイレのドアを塞ぐように座り込んだ。みーちゃん、お母さんですよ。階段のすぐ下から声がした。みーちゃん、お母さんですよ。階段の途中あたりまで登ってきた。声ははっきり聞こえるのに、足音が全く聞こえない。みーちゃん、お母さんですよ。さらに声が近づいた。階段から2階の廊下に出ると、トイレまではほんの数歩だ。声を出さないように、両手で口を塞いだ。涙が止まらない。みーちゃん、お母さんですよ。少し声が遠くなった。廊下からドアを隔てた子供部屋に入ったのだと思った。子供部屋にいないのが分かったら、次はトイレに来るかもしれない。何が来るのか。わからない。怖い。その時、子供部屋から、見つけた。とひときわ大きな声がした。それを最後に、声は聞こえなくなった。声がしなくなってからも、美咲さんは怖くて、トイレから出ることができなかった。一時間以上経ってから玄関のドアが開く音がして、ただいまというお母さんの声が聞こえた。ようやくトイレから這い出したところで階段を登ってきたお母さんと目が合った。みーちゃん、どうしたの？驚いているお母さんに大泣きしながら飛びついた。お母さんは彼女の話を聞くと、隠れてたのね、偉かったね、と褒めてくれた。二人で子供部屋に戻ると、母方の祖母にもらって棚に飾っておいたはずの大きな市松人形がなくなっていた。
何度か家中を探したが、今に至るまで見つかっていない。お母さんは声の主に何か心当たりがあるような素振りだったが、なんとなく聞けずにいるうちに不慮の事故で亡くなってしまった。あれが何だったのかわからないまま、美咲さんは先月母親になった。とりあえず生まれた娘には人形を買ってあげようと考えている。